入ることなんですけど、ね、では、あちらよろしいですか。はい、岡崎女子大学です、はい、どうぞよろしく。はい、先ほどですね、今回まず11月の2日にですね、この大学の設置についての、認可が、大臣、田中大臣ですね、今認可できないという方針が出されまして、そしてこの間ですね、さまざま準備を進めておられた皆様方がですね、大変多様に苦慮されていること、また学生の立場、生徒学生のですね、立場に立ちましても、この先どうなるんだというようなことを含めてですね、本当にご迷惑をおかけをしておりますことについて、まずお詫びを申し上げたいというふうに思っております。今日もですね、委員会、先ほどまで各党からの質問に向ける形で議論を行っておりましたけれども、最後にですね、大臣の方から、大学の設置認可のあり方については今後抜本的な見直しを行うと、なお三大学の新設については本委員会でのご審議や諸般の事情も鑑み現行の制度にのっとり適切に対応するという発言を今日委員会の最後にさせていただきました。そして大臣もですね、今日今どうしてもですねこの後本議があってですねこの場に私が代わりに受け止まるようにということでですね、私はこの場に乗っておりますけれども、今日皆様方からいただいた要望、さらにはですね、今の現状、そういったものについてはしっかりと大臣にもお伝えをしてですね、文科省として対応を協議していきたいと思いますので、その点についてはですね、責任を持って対応させていただきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。私たちはもう今すぐにでも、推薦がもうどんどん始まって子どもたちは右往左往して苦しんでおります。一日も早くできれば明日でも明後日でも本当に近いうちに早急にご返事をいただきたいと思います。よろしくお願いします。いや明日から現行制度にのっとり適切に対応する、それは今までの大臣の考え方を翻したと私は思っているんですね。そういう中で、じゃあいつまでやるということは明言してないんですよ。多分副大臣も明言できないと思いますが、どれぐらいの期間を考えているのか、もしその予見がありましたらお知らせいただきたいと思います。実は11月の末に入試が用意されてたんですが、それもできないという状況の中で今日を迎えています。で今のお話がありましたが、現行制度にのっとったと、で大変ありがたいです。でただやっぱり僕らとしては、一日も早くです。で、できたらもう12月にですね、すぐ入試ができるような形で、11月の今週中ぐらいにですね、例えば、何らかの形ではっきりとした、結論がつけていただけると、すごくありがたいなというふうに思っております。ここまでのご努力に対しては、本当に感謝しております。地元の子どもたちの教育に責任を持つ立場としてですね、ぜひこれは早急に結論を出していただきたいと思います。今日までの日がとても長く感じられました。でも最後は分かっていただいたようなので本当に嬉しく感謝を申し上げます。田中大臣の、かつてこけび発言にね、喝采を送ったこともありました。ただ今回ばかりは非常に苦しめられました。それはねやっぱり信頼感を失いますよね、その一点です。ただ一番犠牲になったのは子どもたちですから、一日も早くその夢を叶えれるような、決断をお願いしたいと思います。